はい、というわけでもスタジオならチンポだらけで早速いきましょう。月曜10時台おなじみこちらのコーナー、津波くんと藤川くんのわしが育て怖くない。はい、というわけで改めまして今夜一組目のゲストコーナー、ベルマーレ平塚の津波選手とベルディ川崎の藤川浩司がお送りするワールドカップなんて怖くないでございますが、藤川さん、スペイン帰りで僕はお土産を買ってきてくれました。もうサッカーの勉強しに行ってきましたんで、もう皆さんそれぴったしのものを、もうチンポ尽くし、みんなチンポじゃないですか。このチンポ貯金箱グロすぎますよマジで。どうしたんや、やってもうお前バルセロナで何勉強したんだ。こんなとこばっかり来たんだろ。チンポ貯金箱にチンポ金だ。いいね。ややっぺはオスとチンポが出てくる人形さん。人形さん素晴らしい。あとライター型のライター型のチンポ飛び出してあとチンポ動くから歩くチンポみたいな感じでございます。ありがとうございます。すごいっす。すごいっすね。こういうのいっぱい売ってたんですか、向こうで。向こうね、そういうのお店多いんですよ。多いんですか。私ホテルで練習台で暇だったんで、いつもそういうとこ行って見てたんですよ。もう行く前から買うもん決めたらチンポグッズにしよう。すごい、あれ先週つのみさんに聞いたんですけど、あれなんですか、自費留学みたいな感じで。自分のお金で行きました。大変ですね、それも。はい、勉強したくて。これも自費です。勉強します。あ、これも自費です。ぜひ。いやいや、このそれだけは果物はね。金かけるとこ間違ってますよ。金かけるとこ間違ってる。しかも僕らだけじゃなく、ちゃんとリスナーにもプレゼント買ってきて。4点セット。4点セット。はい。帽子、灰皿。これは何ですか。それはもう車とかにこう押すやつ、テナント。テナントの。テナントですね。テナントの。はい。FC バルセロナというチーム。はい。バルセロナ FC っていうね、そこにずっといたんで。あとこれも、はい。FC バルセロナのマフラー。マフラーというか、首巻けるものですね。はい。買ってきてもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの方は、後ほど応募方法を発表するので、皆さんお楽しみにというわけで、こんなチンポまみれになっておりますが、今日はですね、お二人だけじゃなく、さらにもう一人電話が繋がってる。あ、はい。そうなんです。あ、知りませんでしょ。いや、知ってます。あ、そうなんです。というわけで今夜は日本代表に選ばれました、ベルディ川崎の北澤選手とも電話のほうがつながってきました。もしもし。あ、もしもし。こんにちは。こんばんは。いでといいます。よろしくお願いいたします。どうも。というわけで北澤選手にもいらっしゃってます。久しぶりです。どうも久しぶりです。こんにちは。元気。元旦は。元旦。元旦。あ、元旦。はいはい。元旦爆笑じゃなくてすみませんでした。いえいえ、とんでもないですよ。何の話なの。いやいや、元旦日放送で番組あったんですけど、キーちゃんに出てもらおうかなと思ったんですけど、たまたま練習してて、繋がんなかったもんですから。あ、そうだったの。はい。なるほどなるほど。キーちゃん。はいはい。休みは、しっかり休みました。どっか行きました。軽く行きましたね。軽く。どこ行ったんでしょう。ワイハーに。ワイハーに行きましたか。どうでした。よかったですよ。あ、よかった。自主トレはもう始めてんですか。ええ、もう、だいぶ前から始めて、今も本格的な感じで。北澤選手の自主トレはね、もう追い込むんですよ、自分は。大変なんですか。かなり走ってますか。そうですね。もういい感じで仕上がってる。まあ、ぼちぼちですね。ぼちぼち。なんか町田の、ね、サッカー話ね。名誉市民。そうですよね、こちらの方。すごいね。いただけるみたいで。すごいですね。2月1日の市政記念日に贈られるというやつですよね。町田市民栄誉賞。ワールドカップ予選勝ち抜いた男ですからね。すごいですね。あの時の代表の選手結構みんなもらえ、もらってるじゃないですか、今。栄誉賞。会長。岡野さんももらってましたもんね。そうなんですよ。今日、新聞見た今日。見てません。アントラーズの増田ライバルが、北澤さん超える。書いてあったね。え、なんでなんで？ここにあるよ。アントラスの増田が、北沢さんを超えるっつってね。二人の比較、二人のね、比較がね、ここにね、出てるんだ、新聞に。身長がね、170センチ一緒なんだな。多分超えるんだろう。あ、でも年俸がもう全然違うじゃないですか。え、これ本当だかどうかわかりませんか。透明に書いてあったりします。北沢さんはどうなんでしょうね、松田選手のこと。あ、血液型も一緒なんだ、B 型。興味ないよ、お前なんか。すごい、熱い、熱いものがありますから。もう練習開始日にはもう完璧にいけるようなぐらいやってんの、実それは。そうですね、まあ完璧にいけるかどうかわかんないですけどね。今何割ぐらい ?30% ぐらいじゃないですか。え
30% くらい。30%? 30%。まだね。本当だね。もう全然。30% とかじゃないですからね。自主トレって何やるんですか？あ、聞いてくださいよ。自主トレ。自主トレはどういうことをしてるんですか？海入ったり、山登ったり。素直じゃないやつですね。本当は違うんですよ。そんなターザンですからね。教えられないんですか？それは企業秘密。秘密なんですか？秘密ですよ。あ、秘密。今回は。鉄ゲット履いてやっぱ、メモ持ったり。古いタイプ。古いタイプ。やっぱりね、普通にあのランニングしたりするんですけど、彼の前はね、自分のかなり厳しい、その、はぁはぁぜいぜいぶっ倒れちゃうぐらいまで追い込んだりしますから。見たことない。どちらのことやってるんでしょう、北澤さん。自主トレの。北澤さんいろんなところでやってますけど、今は言えないのかな？どちらの。今はまあ言えますけど、沖縄ですけどね。沖縄でやってるんですか。今回は一人ですか？そうです。おー、ストイックになってね。それって大体みんな一人でやるんですか、やっぱり。いや、そんなことないですけどね。何人かと組んだりしますね。よく今までカズと一緒にやってたり。そうですね。なるほど、なるほど。キーちゃん誰か連れてってんの？トレーナーとか。いや、なしです。なしで？もうじゃあ自分のメニューで。もう、はい。もう、出てるね。出てますね。照準は6月に。そうですね。いや、まあ。この実際そういうわけじゃないですけどね、まあメインはワールドカップですけど、やっぱ1年間こうね、過ごせる体を使わなければね。この時期にちゃんと来てておかないと。沖縄は何度目ですか？沖縄、もう10回ぐらい来たんじゃないですか。今のは暖かい？まあ東京に比べれば暖かいですけど、そんなに思ったよりは暑くないですよ。あ、本当？ね。沖縄にいるなら海に入ったり山登ったりはあるかなっていう。ヘビに気をつけてね。ハムに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 あった？ありません、ありません。そんなうろうろしてない。沖縄のイメージが。キーちゃん。キーちゃん。リスナーになんかプレゼントちょうだいよ。いきなりです。リスナーになんかプレゼントちょうだい。じゃあね。靴。あ、うん。あの、ジェストリン使った靴。え？ジェストリン使った靴。おお。いいんですか、北澤さん、それ。大丈夫でしょ。うん、大丈夫でしょ。ナイキさんが問題なければ。ナイキさんの。ナイキちゃん、キーちゃんナイキだもんね。ねえ。沖縄の砂入り、星野さん入り。星野さん入ってますよ。っていうか、実際ジェストリンで使ってた。うん。チームの方。終わり。3位入りで。3位入りでじゃあ。おお。なんかすごいですね、今日はプレゼントだらけで。プレゼントで。俺らプレゼントが目的なんですかね、これは。いや、そんなことないです。違いますよね。話を。話もいろいろ聞きたいなと思ってるんですけど。というわけで、まだまだ北田選手にも電話の方繋いでもらって、CM の後に質問とか、行きたいなというふうに思ってます。よろしくね。この後もよろしくお願いいたします。CM の後もまだまだ続くサッカー情報、あの選手の秘密も大暴露。今週木曜、頑張れ俺クール系聖火ランナー記念。長野オリンピックで注目している競技&選手電力、井出浩二と大賀彩とエレフル系のやるやつショッキングセンター。はい、というわけで月曜日この時間はいつものようにベルマリン平塚の津波選手とベルディーコーチの藤川さん、さらに今日は、北澤選手まで、電話の方で繋いでお話しさせてもらっておりますが、北澤さん、はい、あれですよね、この間なんか聖火ランナーの方もやって、やらせてもらいました。やってどうでした、やった感じは。いや、楽しかったでしょ。楽しかったですよ。なんかね、盛り上げないといけないのかなと思ったんですけどね、割と僕白馬村だったんですよ。ジャンプのとこなのかな。結構盛り上がってるね、あの村の人たちも。だから結構、いい感じに来てるんじゃないですかね。聖火の意味は結構あったかなと。大丈夫です。消えなかったですか、聖火の方は。聖火の方消えなかった。全然消えなかったですけどね。最近大丈夫みたいですね。ね、消えなくなったんですかね。じゃあ重たいの？重たい。重たい。やっぱね、ずっと片方の手で2キロは走れない。あ、本当に？持ち帰ってもいいんだ。あ、持ち帰ってもいい？もう何回も持ち帰ったもん。あー、そんな重たいんだよ。重たい重たい。2キロなんですね。1キロはね、落とさないようにしなきゃいけないなと思ってね。もう消えるっていうよりもね、それぐらい結構走ってれば来ますよ、腕に。実はですね、北澤さん、今一緒に番組やってるアナウンサーの柿穴くんが走るんですけれど。すいません、せがらなやることになったんですよ。もう、それだけなんですけど。なんか、アドバイス。もう雪の中じゃない、だって。え？雪の中じゃない。そうなんです。高遠町っていうところなんですけど。もう雪だよ、多分。もう、すごい雪らしいんですよ。なんか。消えるよ、多分、雪で。え？雪で消えるよ。あれね、はっきり言って結構消えてんのね、結構、貧粛みたいよ。嘘。ほんと。あ、そうなんですか。結構ね、話題になって盛り上がってるけどね、貧粛らしいよ。
あ、やっぱ消した人はちょっと白目に見られるの。うん、見られる。秋原アナはね、あのヘアスタイルモヒカンなんだよ。え？モヒカンなのね。残ってる頭のとこちょうど成果みたいな感じで。そこも痩せなくてもらう。頭の中でやってないね。大丈夫ですかね。でもあれなんですかね、消えちゃったら走ってる本人の責任なんですかね。いや、そんなことはないけど、やっぱそこに思われるでしょ。ちゃんと持てよって感じですね。ちゃんと持てよ、ちゃんとやれよって言われるよ。うわ、いい子。やばー。結構関係者厳しいからね。ずっと消してやるって言ってましたからね。わかりました。気をつけます。弱気になっちゃった。弱気だな。弱気にいただきゃ。そうだよ。きっとヴェルディ高木も決まってさ。ねえ。ねえ。なかなかその同派組が増えてきて。そうですね。面白そうだから俺も誘ってくんない？頑張りましょう。一応同派組なんだけど。そうですよね。どうかどうか。ワールドカップどうですか、北川さんとしては。ワールドカップどうですかねっていうのは。今のところまだ試合とかも全然先なんですけれど、どんな感じでいけそうですか、レギュラー始まったら。レギュラー。えレギュラー取れますか。それはレギュラー。僕はいいよね。そういうふうに思ってないし、まあそれを目指して頑張ってるだけで。だから、まあこの間はね、いい感じで入れたからね、なんか試合出るような形は通れましたけど、まあだからいつもの自分次第はね、自分自身はいつものように頑張って、あとやっぱチームがどう機能できるかっていうのが一番大事だと思うんですよね。今現時点の力だけど、その日本代表が最高のパフォーマンスを出したら、この3試合、予選の3試合ね、どういう感じだと思う？最高に機能したら。予選は出れるんじゃないですか。予選突破。予選突破。予選突破。ほら、この自信だから。芸人呼んだよ、予選突破の自信は、北澤さんには全然ある。いや、やっぱ自信は持ってなきゃいけないから。そうですよ。素晴らしい。やっぱ今まではね、ワールドカップ出れてない国だけど、今までは出れる、これから出れる国ですからね。そうですね。あんまだったらやっぱそこに置いていかないといけないと思うんですよね。夢は世界目指してるはずだしね。うわ、予選突破とかなったらすごいですね。そういうふうに言ってね、いろいろ言われることは多いですけどね。何言ってんだよなんて言われちゃうかもしれないですけど、全然可能性ありますからね。あるある、俺もあると思うんだけど、やっぱり現役日本代表選手からね、そういう自信のある言葉を聞きたい。だからあんまりね、自信ないようなこと言ってもらいたくないですよね。ああ、そうだね。やる前からね。そうだね。嬉しいね。いや、でもなんか、自信こっちもモテますよね。本当に現役の方からそういう話を聞くと非常に。なんかちょっと白っぽいこと聞いていいですか？岡田さんとは仲いいんですか？岡田監督とは北澤さんはやっぱりコミュニケーションがちゃんと取れてるんですか？やっぱり選手一人。コミュニケーションってどういうコミュニケーションかよくわかんないけど。まあ、監督のこう言ってることとかよくわかるし、はい、まあだから、それでいいんじゃないですか、うん、僕がね、うん、僕のことをどういうふうに思ってもらおうっていうことは、プレーでしかないわけで、うん、だから、プレーでアピール。コミュニケーションだって一緒に風呂入って背中なんか押すわけにいかないから。確かにそうですよ。というわけで北澤さん、じゃあ最後になっちゃうんですけど、ちょっとうちのラジオ聞いてるリスナーに何か一言メッセージの方いただけたらというか。そうですね、さっきも言ったようにワールドカップに対して悲観的な意見というのはあんまり言ってもらいたくないですね。あそこまでみんなで頑張って出場を決めたことなんですし、やっぱ今までは出れなかった国ということで目指す位置は違ってましたけど、これからやっぱり出れたっていう国で目指す位置を変えて、やっぱファンのみんなもそういう目的で見てほしいですね。なんか心強い言葉だね。強気の言葉がいいね。あと一つ。ありがとう、ありがとう。藤川さん。はいはい。年賀状にも書いてありましたが、全力で頑張りましょう。え、何で頑張るの？全力で頑張りましょう。全力で頑張りましょう、ギーチャー。コーチですからね、これ。頑張ろうね、ギーチャー。ええ。お願いします、頑張りましょう。はい。なんか年賀状見てなんか感動しましたよ。え、何？年賀状見て感動しましたよ。あ、そう？ねえ。はい、頑張りましょう、ギーチャー。ありがとうございます。てっきりこれ、この、チンポさんが、送ってんのかな。違いますね、やっぱりね。というわけで、北田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。シューズの方もよろしくお願いします。というわけで、シューズももらってしまいました。こちらの方、あと、もちろんこちら、スペインの、スペインの、お土産
本店セット買ってくれてくれた4点セットの方の宛先をじゃあクルケさんから。はい、宛先は郵便番号 137-8686、 郵便番号ちょっと変わってます、 137-8686、 日本放送ゲルゲットショッキングセンタースペインお土産&北澤選手のシューズが欲しいの係までどんどん送ってください。どっちが欲しいか書いてほしい、うん、そうですね、スペインのお土産かもしくは北澤選手のシューズ、4点セットですね。4点セットです、はい、これすごいですよ。これはすごいですからね。シューズの方もサイン入りなんで、ぜひ皆さんそちらの方どんどん応募してきてください。というわけで、今夜も津波選手、藤川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。